私と食の町明石のマスコットキャラクターパパタコです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。今日はこの元祖ご当地キャラの祭典ご当地キャラ博に彦根で皆さんにお会いできてとっても嬉しいです。いやーでも本当にたくさんの方が集まってくださいましたね。皆さん彦根町ですか？もしや彦根町なんですか？ありがとうございます。彦根町の方もいらっしゃるかもしれませんが、その前に明石市の時の嵐とパパタコと仲良くしていてくださいね。よろしくお願いします。そして申し遅れましたが、私たちは明石市観光振興課の前川と明石観光協会の福岡と申します。今日はよろしくお願いいたします。お願いします。はい、それでは明石のマスコットキャラクターたちについて順番に紹介させていただきます。まずは時の町明石マスコットキャラクターの時の嵐です。明石市といえば日本標準時四五線が通る時の町なんですが、その大切な明石の時間をずっと守り続けているのが時の嵐です。もしかして時の嵐がいないと日本の時間はずれてしまうんですか？そうなんです。時間を守っている時の妖精なんですね。よくモグラとかウサギですかなんて聞かれるんですが、実在の動物ではありません。そうなんです。実は時の妖精なんですね。もともとは約20年も前に明石市内の子どもたちに地域のことを分かりやすく伝えるために明石市が制作したアニメーションのキャラクターなんです。今ではアニメを飛び出してさまざまなイベントでこうして明石の PR をしたり子どもたちと触れ合ったりと活動しています。時の嵐は去年もこの彦根のゆるキャラフェスティバルに参加してたんですよね。はい、3回目です。明石市立天文科学館、統計135度の四五線の上に立っている明石市立天文科学館ですね。そっか、時の町明石の象徴的スポットといえば明石市立天文科学館だね。天文科学館のプラネタリウムは稼働期間長寿日本一の投影機なんです。とっても綺麗なプラネタリウムでロマンチックなムードに浸れるおすすめのスポットです。宇宙や星座に興味がある方にもとってもおすすめのスポットです。それに明石がなぜ四五線の町や時の町と呼ばれているのかが分かりやすく学べる場所でもあります。いろいろな時に関する展示もあってとっても楽しめますよ。パパタコも大好きですよね。天文科学館好きですよね。高校生以下の方は無料となっておりますし、小さいお子様でも楽しんでいただけるキッズプラネタリウムの投影や子ども天文教室などもございますので、ぜひ皆さん遊びに来てくださいね。事前の申し込みは特に必要ないようなんですが、プラネタリウムの投影時間やイベントの開催の日時などは明石市立天文科学館のホームページで調べてみてください。はい、ではそろそろ待ちくたびれている様子のパパタコを紹介いたしましょうか。お待たせしました、パパタコさん出番ですよ。それでは音楽チェンジお願いします。さあ、軽快な音楽が流れてまいりました。食の町明石のマスコットキャラクターパパタコです。パパタコさん、今日も元気に頑張れますか？はい、頑張っていきましょうね。見ての通り、パパタコはとっても美味しい明石のタコです。食の町明石のうまいものを広めるために日夜頑張っている熱血 PR マンです。よろしくお願いします。パパタコは去年もわらしと一緒に参加してましたよね。パパタコちょっと緊張してる？緊張してるけど家族のために頑張りますということです。実はパパタコ8人の大家族を守る大黒柱です。こちら今日はボードをお持ちしましたが、パパタコを中心にパパタコの奥さんであるママタコ、パパタコの両親であるジータコとバーバタコですね。そして3人の、
失礼しました。長女のねえタコと長男のタコポン、そして末っ子の双子ちゃんは音タコと糸タコがいます。ここにいらっしゃる家族のために頑張っているお父さん方、パパタコを見かけたらぜひ仲良くしてあげてくださいね。よろしくお願いしますね。それからなんとパパタコすごいお友達がいるんです。皆さんもテレビなどでよくご存知のあのさかなクンとお友達なんですよ。ギョギョ昨年さかなクンが明石市の明石タコ大使に就任してくださいました。その時に初めてお会いして、魚が大好きなさかなクンとパパタコはすぐに仲良しになったんですよね。その後また明石の美味しいものを紹介する動画をパパタコとさかなクンで一緒に撮影したんですが、その時もすごく仲良く撮影したんですよね。明石市といえば瀬戸内海の豊富な海の幸に恵まれた食の町でもありますもんね。その中でも全国的に有名なのが明石鯛と明石タコですよね。そうなんです。その明石の美味しい明石タコを気軽に召し上がっていただけるのが明石焼きです。皆さんは明石焼きをご存知ですか？明石焼きはたこ焼きと形は似ていますが全く別物です。卵と出汁たっぷりの生地にタコを入れて焼き上げ、出汁汁につけて食べます。ふわふわの食感とタコの歯ごたえ、出汁汁のうまみがハーモニーとなってとっても美味しいんですよね。そうです。今では兵庫県を代表するグルメになっていまして、桃色クローバー Z の日本万歳という曲があるんですが、その中でも明石焼きが兵庫県の代表として挙げられています。そして今日と明日ですね、今日18日と明日19日に福島県郡山市で開催されている B1 グランプリにも明石焼きは明石卵焼きとして出展しております。うわー、でも今日はもう応援に行けないですよね。そうですね、こっから郡山ちょっと遠いですよね。そういう時は本場の明石市にぜひ明石焼きを食べに来ていただきたいと思います。この彦根から兵庫県明石市までは JR の新幹線、失礼しました、新快速ですね、新快速に乗っていただいたら乗り換えなしでなんと2時間ほどで到着します。明石駅の近くには魚の棚商店街という商店街がありまして、ここで明石の新鮮なお魚ですとか海産物を使った加工品もいろいろ買っていただけますので、お土産にもぜひ買っていただけるいいスポットかなと思います。そして時の嵐のパパタコは本日のみの参加となっております。ぜひブースの方にお立ち寄りいただき、身近に触れ合っていただければと思います。今日ブースには時の嵐のグッズも、パパタコのグッズもいろいろとご用意しております。それに、パパタコのストラップがもらえるかもしれないゲームもご用意しておりますので、ぜひお立ち寄りいただいと思います。それでは皆さん、明石にぜひ遊びに来てくださいね。時の嵐とパパタコも一緒にお待ちしております。どうもありがとうございました。ありがとうございました。時の嵐さんのパパタコに大きな拍手、お姉さんたちもありがとう。もうちょっと前行って、もうちょっとそこそこ、はい、ありがとう。